どうもこんにちは宮崎大輔ですいつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございますさて今回は家庭菜園初心者の方向けに夏野菜向けのプランターの選び方をご説明したいと思います夏野菜を育てる時には庭とか畑を使って地面で育てる方法もあるんですが最近ですとこのようにプランターで栽培するというのも一般的になってきていますただプランターって種類があまりにも多すぎて どれを選んんだららいいいのかかわないんですよね今回はいろんなプランターを用意しましてそれぞれのメリットデメリットですとかおすすめのものをご紹介しますプランターを使って家庭菜園を始めたいと思っている方は是非最後までご覧くださいそれでは説明を始めますはいまずはプランターで栽培する時に一体どんな容器があるのかなんですが、えー、例えばこんな感じのこういうね 丸い形のプランターがあります、まあ、昔は陶器でできていたものが一般的だったんですが最近だともうほとんどプラスチックタイプですねでそれからプランターと聞いて多くの人が思い浮かべるのはこれぐらいのサイズのものかなと思います、えー、とここのね長さが6 0センチぐらいで高さが1 5センチから2 0センチぐらいでこの幅も2 0センチぐらいの、まあ、これが、まあ、よく言うプランターみたいな感じのものかなと思いますで中 にはこんな風に丸い形だけど、すごく浅いっていうものもあります。まあ、これと比べたらね。深さが3分の1から半分ぐらいしかありません。で、あとはえっ、ー、とホームセンターだけではなくて、100円ショップとかに行ってもこんな感じの容器が売ってます。 でこれは今200円なんですけれども、まあ、100円のものもあるし200円のものもあるしという感じです。はいそれからこんな風に浅いんだけれどもかなり幅が広いというかねすごく面積が広いでも浅いっていうものもあります。 はいあとはこんなにねちっちゃいものもありますまあここが1 0センチぐらいの直径で、えー、深さもね1 5センチぐらいっていうものです、まあ、小さな植物を育てる時っていうのはこういうものを使いますはいあとはこんなふうにね木でできているプランターっていうのもあります、まあ、こういうのもね結構おしゃれでいい感じですよねガーデニングって聞くとねこういうのでお花を育てるのを想像する人も多いと思いますはいそれからこちらに行くと、まあ、すごくね深いです 深さが30センチぐらいありますこういうね深いタイプのプランターも最近はありますでねもっと深いものもありますねそれからこれはあの深さは先ほどのものと同じぐらいのものでしてまあこれもね大型のプランターなんですが、えー、底の部分に水がたまる仕組みになってますこうやって底の部分が2つに分かれまして下に 水が溜まるんですねそこにここの部分が少しだけ浸るので底面吸水と言って底から上に水が吸い上がるというそういうね方法になってますでこの方法も結構増えてきてましてこちらの丸いタイプの容器でも底が底面吸水式になってますそれからここにあるのは不織布の袋ですこういった袋に土を入れて育てることもできます不織布っていうののは水を通すので この底の部分に穴は開いてないんですが水を入れても中に水がたまらずにじんわりと下に染み出てくれますなので穴を開けなくても植物が育てられますでこれもいろんなタイプがありましてこんな感じにかなり大きいものとか一般的なプランターと同じぐらいのサイズのものとかいろいろあります、はい、それからもう一つ方法はあってこういったもので育てるときってねホームセンターでこういう培養土みたいなものを買ってくると思うんですが この袋に穴を開けてそこに苗を植えてそのまま育てちゃうっていう袋栽培っていう方法もありますはい今ねプランター栽培について、まあ、大体ね、えー、どんなものがあるのかのご紹介が終わりましたので、えー、ここからねメリットデメリットとかおすすめの野菜とかその辺りのことを説明していきたいと思いますまず先に結論から言ってしまうと例えばミニトマトとかナスとかピーマンとか、まあ、そんな感じの実がなるタイプの 野菜を育てる場合にはここにある容器の中ですと、えー、ま一、あ、株育てるんだったらこういった容器がおすすめです一株をここに植え付けるとあのちょうどいいぐらいのサイズかなと思いますで今度は二株ぐらいを育てたいっていう場合にはこういった容器ですとかそれからこういった容器ですねこのあたりがおすすめです次に空心菜とかパクチーとか夏野菜の中でも 葉っぱを食べるタイプの野菜を育てたいという方そういった方にはこういう深いタイプの容器よりはこういう浅い容器例えばこれだったら一株だけ植えるってことができますもしくはあのよくある一般的なこういうプランターこれだったらここに二株ぐらい 植えられますあとは葉物野菜もたくさん育てたいのであればこんな感じの浅くて広い面積のものでしたら寄せ植えみたいな感じで数種類のハーブを何個もここに寄せ植えして一緒に育てるっていうことができます。ハーブののの寄せ植えだったらこんな感じの木の容器ででもいいですねそれからゴーヤーとかキュウリとかこうつるが伸びていくタイプの野菜を育てたいという方。 その方におすすめなのは一つはこんな感じのかなり深いタイプの容器を使うことですそれから底面吸水式の容器こういったものですねこれもおすすめですあとは例えばスイカとかメロンこういったものもこういうね深い容器とか底面吸水式の容器この辺りがおすすめですそれから例えばじゃがいもとかさつまいもとか根っこを収穫するタイプの野菜を育てたいという方 えー、その場合には、えー、ちょっとね根腐れとかが心配なので底面吸水式のものはあんまりおすすめではないんですがこういう深いタイプの容器とかあとはこういうね不織布のタイプで、えー、土がたっぷり入る袋これもおすすめです。はい今のでね、えーまあ、野菜ごとにどういった容器がおすすめなのかの説明が、えー、終わりましたのでここからもうちょっとじゃあなんでこういうね容器がおすすめなのかっていう話をちょっと深掘り させてくださいはいまずね、えー、このあたりの容器の良、えー、い,い点なんですけれどもまずあの一株植えるのにぴったりっていう感じなんですよミニトマトを一株だけ育てたいとかナスを一株だけ育てたいっていう時にあのねわざわざこういうちょっと長方形の容器使うよりはこういう丸い容器で真ん中に一株だけ植えてあげるっていうのがすごくあのわかりやすくて育てやすいかなと思いますであとはねこれ深さもしっかりあるので えー、そういうミニトマトとかなすとかって支柱を刺して育てないといけないんですけどその支柱もねしっかり深く刺さるので安定しますそれからミニトマトとか背が高くなる野菜って風が吹いた時に容器が倒れてしまうんですけれどもこれぐらいねしっかり土が入るものでしたら倒れにくいです、えー、その点 まあちょっと極端な話を言うとこういった容器にミニトマトとかを植えた場合支柱、えー、がねそもそも刺さらないんですよ浅すぎてでもし刺さったとしても植物が高く伸びていくとあの倒れやすいっていうねそういう問題があります次に、えー、こういった容器の底面吸水があるタイプとないタイプの違いなんですが底面吸水があるタイプの方が水やりの回数を減らせるので水やりやるのが面倒くさいっていう人は底面吸水ありの方がおすすめです、えー、それから例えば ちょっと旅行に行くみたいな時も底面吸水式の方がが植物が枯れにくくなりますえただ水が溜まっている分ちょっと根腐れが起きやすいとか植物によっては水があんまり好きではなくて乾燥している方が育ちやすいみたいなものもありますのでこういういいいい面吸水式ではない方がいい場合もあります例えばトマトを育てていてできるだけトマトを甘くしたくてフルーツトマトにしたいみたいな場合には水をちょっと少なくしたいんですね。でそういういに底面吸水式 だとどうしても水が溜まってしまうので水を減らすっていうことができませんでも底面給水がついていなければ水やりの回数を減らすことで水を減らすことができてトマトの味を甘くすることもできますそれからえキュウリとかゴーヤとかスイカメロンとかつるで伸びていくタイプの植物を これで育てようと思うと結構大変でして、えー、なぜかというとツルで伸びていく植物って葉っぱの枚数がすごく多くなるんですねそうすると根っこから吸収する水の量もすごく多くなるので土がたっぷり入るものの方が育てやすくなりますで、そうするとこれだとちょっと土の量が少ないなという感じですなのでできれば つる性の植物を育てるのであればこれぐらい土がたっぷり入るものを使いましょうでこれぐらい土がたっぷり入れば、えー、例えばねゴーヤだったらこことここに2株とか、まあ、もしくは1株でもいいぐらいかなという感じですでこのね特に深いタイプの容器の良さっていうのは支柱がしっかり入るとかあとね土がたっぷり入るので水持ちがいいとか、えー、そういったことになりますだいたい、えー、土っていうのはそもそもなくても育てられるんですね水耕 栽培っていう方法があるぐらいなので土は野菜栽培に必須のものではないんですけれども土の量が少ない場合と多い場合だったら土の量が多い方が育てやすくなります育てるのが簡単で失敗しにくくなるんですねなので初心者の人ほど土の量をたっぷり 入る容器を使うようよにしてください上級者の人になってきますと水やりを自動化するようなタイマーを使ったりですとか、えー、いろんなね水加減の調整もできるようになってきますので土の量は少なくても育てられるようになります。ただ上級者とは言って でもこれぐらいの容器で夏野菜を育ててるのってものっもすすごく難しいで,すでやろうと思えばできるんですけど例えばここにトマトを植えて育てて実を取るってことは多分できるんですけど相当難しくて面倒くさくてさなるのでも結構初心者の人ってやりがちでホームセンターで売ってるミニトマトの苗ってこれぐらいだから、まあ、このサイズにちょうど合うのってこの容器なんですよね。 なのであこの容器でちょうどいいやっていうふうに思ってしまう人が中にはいるんですけれども今はこれって1 5センチぐらいの高さなんですけどこれから成長していくと2メーターぐらいいままで伸びていきますでそうするとこの土の量じゃ少なすぎるんですね。なので植物を育てる時は苗の大きさでそれに合ったものを選ぶのではなくて。 この苗が大きくなった時の姿を想像してそれに合う容器を選ぶようにしてください例えばゴーヤとかキュウリってツルで伸びていって葉っぱがすごく多くなりますなので大きな容器が必要になりますでミニトマトとかナスも大きくはなるんですけれどもその頭を伸ばしたりはしないのでこれぐらいの容器でもオッケーですでトマトの中でも Y 製のトマトとか Y 製のナスっていうものもありまして Y 製っていうのは背がすごく小さくなる食 植物のことですワイのミニトマトですと背丈がこれぐらいにしか伸びませんなのでそれであれば、えー、例えばねこれぐらいの容器とか、まあ、もしくはまあこれぐらいの容器でも育てることができます、まあ、ただあのこれだとちょっと水やりの 回数ととかが多くくくななっっててしままうのので育てるのはちょっと面倒くさくなりますはいそれからこちらの不織布の袋についてなんですが、えー、これはまず良さとしたら価格が結構安いですホームセンターでも売ってるんですけど Amazon とか楽天みたいなネット販売でも非常に安く販売されてますだいたいね1個200円前後とかそれぐらいの価格でねこれが購入できますこれの良さっていうのは、えー、まずですね土がこぼれないっていうことです 大体プランターで育てていると、まあ、中に入れた土が水やりをするためにちょっとずつ流れ出てきて庭を汚してしまうとかベランダを汚してしまうということがありますでもこの不織布の袋ですと中に穴が開いていないので土がこぼれないんですね。 なのでベランダとか庭を土で汚すっていうことがありませんえこれから夏の間野菜を育てていくと思うんですが秋になったら栽培が終わりますでそうするとえその次の年にまた育てるまでの間え冬とか春とか、まあ、こういったね容器がちょっと邪魔になっちゃいますよね庭とかベランダも隅っこの方になんかプランターが積み重なっているみたいなそういうお宅結構あると思いますでこの不織布の場合使わなくなったら こうやってね折りたたんんでで非常に小さくなるんですよでこれでね、えー、どこかにしまっておくみたいなことができるので片付けとかどこかに収納しておくっていう時にはこれは非常に便利なものです。でただこうやってしまっておくためには土を捨てないといけません。 なので捨てられる土というのが最近売ってますのでその捨てられる土とこちらの不織布の袋をセットで使いますと非常に捨てやすいコンパクトに収納しやすいという栽培もできますあとはプランターを選ぶ時にちょっと注目してもらいたいのはこの辺りにね穴が開いているあるのかどうかですこの辺に開いている穴こっちはね開いていませんでこれ開いてますこれも開いてますでもこれは開いてません開いてません開いてません でこれとこれは開いてますっていう感じにここにね穴が開いてあるものもあるし開いてないものもありますでこれ何のためなの,のかと言いますとここに支柱を立てたりとかもしくは防虫ネットのネットを設置するための穴ですホームセンターに行きますとこんな感じで、えー、防虫ネットと支柱がセットになったものとかが売ってますでそれをこの穴にね設置をすると支柱ができてその周りに防虫ネットを設置することができて 虫があままりりり寄りつきにくくなりますでただ、えー、このね防虫ネットとプランターって大体セットになって売っていることがあって、えー、別のメーカーのものを設置しようと思うとなかなか設置がうまくいかないということもありますのでその点はお気を付けください、えー、それから防虫ネットは、えー、あまりこう草丈が大きくならない小さい植物だったら周りをぐるっと囲めるんですが例えばトマトとかナスってすごく大きくなってしまいますし、えー、それからつる性のスイカとかメロンとかね そういった植物もあまりにも大きくなってしまうので防虫ネットで囲うということができません。どちらかかととというと葉物野菜とか こうあまり大きくならないタイプの植物を育てる時に防虫ネットは組み合わせて使うのがおすすめです。はいというわけで今回は夏野菜のの栽培におすすめのプランターをご紹介しましまた、えー、こんな感じでですねそれぞれの容器にはメリットデメリットがありましてこの野菜と組み合わせて使うとおすすめですよというものがあります。なのでぜひ皆さんがね 今年これを育てたいなーって思っているその野菜に合う容器を選ぶようにしてくださいもしくはご自宅にあるプランターに合った野菜の苗を選ぶというのもいいと思いますこちらのチャンネルでは家庭菜園に関係する動画をたくさんアップしておりますでさらに今はこのゴールデンウィークの特別企画としまして 家庭菜園初心者の方向けに役立つ情報を毎日連続で公開していますですのでこの機会にチャンネル登録していただけますと集中的に家庭菜園のことが勉強できていいスタートが切れると思います今回はプランターの選び方だったんですが他にも培養土とか肥料とか種とかいろんなものをご紹介しておりますのでぜひそちらの動画も合わせてご覧くださいでは今回の動画が面白かった役に立ったと思ったら高評価お願いします 質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてくださいこれからも農業や家庭、菜園、観葉植物など色々な動画をアップしていきますぜひチャンネル登録お願いしますでは次の動画で会いましょうではまた